皆様こんばんは。またまたサタデー余興でござる。余興でございます。乙女の祈り、本日もボンレスハムコ。雨にも負けず風にも負けずお届けいたします。お粗末でございました。とピアノ教室をまだまだ頑張れるや。無理をしないでできることをやってみましょうね。先生も機械ではなく、人間は機械のように何でも正確にコツ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 とやるということよりも、心を込める方が相手にも伝わると思います。ゼペットじいさんもピノキオを大切に大切に、もっと可愛くなれ、もっともっとみんなに愛されるようにピノキオを作りました。誰でも機械のように何でも正確にこなせるわけではございません。まだまだ先生も